見した時のテンションってどんな感じだったんですか？あんまりに簡単にできちゃったので、うん、これはきっと何か間違いだろうと思って、うん、疑うぐらいそう疑うことから始まるんですねいやこんな簡単にできるわけないじゃん、うんうん、もうこれ絶対間違いだ皆さんこんにちは。大人の小学校校長の田村敦史です。教頭の森本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、はい、公開授業ということで本日参加していただく児童の皆さんにも入っていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回のですね、うん、ゲスト先生でございますけども、はい、再生医療イノベーションフォーラム畑健一郎会長と京都大学 iPS 細胞研究財団理事長、そして2012年のノーベル生理学医学賞受賞の山中伸弥先生です。よろしくお願いしま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 す。します。さあ今日のテーマはですね、はい、再生医療ということなんですけども、うん、校長、再生医療どんなイメージを持たれてますか？まあ、なんかこうバッと怪我して、はい、でその細胞をここにこう移植すると、はい、こう普通だったら治らないものがこう回復していくみたいな、うんうん、ざっくりとしたイメージしかないんですが合ってますでしょうか？あまり詳しくは知らないけどそのぐらいはなんかイメージでできているという。いや、まあ、ニュースをね、はい、あの先生がこう賞をいただいた時に見てましたけど、うん、畑会長、そもそも再生医療とはどんなもんなんでしょうか？まあ、再生医療なんですかっていうと実はですね、明確な定義がはっきりあるわけではないんですけども細胞をこう積極的に利用して、うん、で今までに治らなかった病気をこう治しに行こうじゃないかと、うん、そういうことになるわけですね。これが再生医療です。ですので一番やりやすかったのは当時大やけどの患者さんにですね、はい、うん、少しだけ皮膚をいただいて、うん、大量に増やして、うん、でそれをこう移植をする、それが一番皮切りです。それから例えば心臓の筋肉を培養して、うん、悪くなったところを修復しようとかですね、それから膝の軟骨を治そうとか、まあいろんなことがこう出てきてるわけですけども、まあ、少なくとも今日ご承知をいただきたいのはこう細胞を積極的に利用して、うん、それを体の外で増やして、うん、でそれを治療に使おう。そっか、体の外で増やすんですね。そういうことですね。細胞培養ですから外で培養してもらっといたものを増やしてまた入れるみたいな。その通り。なるほど。畑会長がですね、会長を務められている再生医療イノベーションフォーラム、通称ファームですね、何をしている団体なのでしょうか？もういろんな会社さんが集まって業界団体を作りました、はい、通常お薬なんかを作っている業界団体さんでいうとお薬を作っているメーカーさんだけなんですが、うん、再生医療っていうのはあまりにも複合技ですね。細胞を培養したりとか、さらに言うとお届けする輸送業者さんもですね、うん、特殊な技術、特別な技術がないと輸送できないんですね。生き物ですからね。ご自身の細胞ですから、はい、そういった方々が集まっていろんな議論を始めた。いろんな会社が集まって、うん、そういうことです。それが10年前です。10年前です。さあそしてですね、山中先生といえば、うん、再生医療の一つである iPS 細胞の研究、第一人者になりますけども、うん、再生医療の研究を始められたきっかけを教えていただきたいです。偶然だったんですね。もともと全然違う研究をしていまして、がんの研究をしてたんですけども、はい、うん、である遺伝子を見つけて、その遺伝子はがんにすごく大切だろうと思って見つけて、でも調べていくと、まあ、がんにも大切かもしれないんですけれども、それ以上に再生医療の切り札って言われている万能細胞というのがあるんですね、うん、あの後でまた説明しますが、 ES 細胞とか、そして今iPS 細胞ですけれども、そういう万能細胞にすごい大切だっていうことが分かったんです。全然予想もしてなかったんです。急にその、なんかこの、はい、こういう細胞見つかっちゃったぞ、でも自分がもともとやろうと思ってた研究とは違うんだけど、これはすごい発見だから、うん、こっちを進めようと。はい、自分ではなんか再生医療とか、うん、そういう万能細胞の研究するって夢にも思ってなかったんですけど、20年くらい前は。でも、たまたま見つけた遺伝子を調べたら万能細胞にもなくてならない遺伝子だっていうのが分かったので、まあ、そこからはずっと、もう25年くらいになりますけども、万能細胞を研究しています。さあそれでは今回のテーマを紹介したいと思います、うん、本日の授業のテーマ、再生医療エキスパートのお二人をお迎えしまして、再生医療の現在と未来ということでございます、うん、まあ、生徒さんもね、どのぐらい興味があったり知ってるか
当ててっていいですか。せっかくね、はい、エキスパートのお二人いますからね。ちょっと若干僕もそうですけど、いつものオンライン授業よりも、はい、やっぱ偉い先生2人いらっしゃるんで、ちょっと緊張気味ではありますよね。私もそうですし、ちょっとピリッとこう。3期生のチャミさん、いかがですか。私美容師なので、はい、うん、髪の毛の再生医療ができるのかちょっと気になります。あ、髪だってね、少なくなったり細胞でできてるしね、うん、うんうん、それはどうなの。未来はそれが髪の毛を増やしたりとかできるんじゃないかってことね。はい、はい、他の方にも聞いてみましょう。あやや、6期生、なんとなく当たる気がしてました。ああそうですか、逆にそうです、そういうパターンの人もいるんですよ。私は今日当たるなっていう、うん、ならばなんか質問とかもね、うん、準備されてたんじゃないでしょうか。子供が、ちっちゃい子供がいるんですけど、はい、うん、やけどがやっぱりいつも心配で、うん、人の目につくところはやっぱり親としては直してあげたいなっていう気持ちがあるんですが、うん、そういうのもいずれはもう綺麗に治ったりするんでしょうか。全く綺麗にね、うん、うんうんうん、ちょっとそのあたりね、まず髪の毛からお聞きしたいですね、うん、髪の毛の細胞っていうのはこう増やしたりできるものなんですか。そういう研究実際されてます。へぇ、はい、で、ネズミではだいぶ成功したという発表もありますから、はい、髪の毛の再生医療は僕も非常に期待をしてるんですけど、いや、まだちょっとそれもいや、まだ教授はまだ何もしてるまだはもうちょっと行かれてるってことなんで、それはそれで。そうですか、はい、全然大丈夫ですけどね全然っていうのも失礼です難しいですね。でもそれがもう、マウスでは、成功しているのであれば、うん、そこから人間が使えるようになるのはどのぐらいの期待ですか。まあ、やっぱちょっとまだですけどね、でも10年くらいかけたらかなり可能性あるんです。もうでもゼロじゃない可能性はもう見えてきたってことですよね。あの髪の毛ってのは非常に難しい構造なんですね、だから一番難しい一つかもしれない。じゃあ、やけどの、あと、はい、どのぐらい綺麗になるのかっていうことでいうとどう、うん、そうですね、じゃあこちら私が出しましょうか、はい、今のご質問すごく適切なんですけども、はい、よくご存知だなと思いました、うん、一応ですね、一番の表面の部分っていうのはかなり治っているんです、うん、皮膚の一番の表面の部分ですね。それ見える上の部分ですね。そうです、はい、でそのなぜかというと皮膚の細胞ってどんいつもこう新陳代謝してますので、はい、うん、上がいいんですが、問題はですねその下の部分です。やけどの時に傷跡がボコボコになるのは、うん、表面の部分、むしろ中側なんですね、はい、真皮って言われる部分です、うん、表皮っていうと真皮って言います。真皮っていうところが一回ケロイドみたいになっちゃうと、うん、なかなか治すの難しいんですね、うん、あとは完全に見た目も全てきれいになるというと産毛のところも作んなくちゃいけないですよね。そうか、産毛とか皮膚のキメみたいなものを全部作らなくちゃいけないですよね、うん、そういったところがきれいにできてこそ見た目全く同じということなので、逆にですね毛の再生なんていうのもその中に関与しなくちゃいけなくなるので。そうか、皮膚って意外と複合技なんですね、はい、なので表面、まあ、一定の量をきれいにすることはできますが、うん、完全に同じ見た目が一緒っていうところまではいくつかのハードルがあるっていうふうに思っていただければいいです、うん、でもそれも科学的にこれからどんどん解明されていくんですね。これはその未来を考えたときにその皮膚の下の部分の細胞もきちんと復活できるようなことにはなっていくってことですか。そういう方向に研究されていくと思います。ではですね、お二人にですね、はい、現時点でどのような病気の治療に使われているのか、再生医療というものが、うん、そちらをちょっと伺っていきたいと思いますけども、今日のお話のこの流れで言いますとですね、体の機能を、組織の機能を失ったところを修復すると、はい、皮膚とかそういった観点から言うと膝の軟骨だとか、うん、心臓の筋肉だとか角膜だとかですね、そういったものはもう承認を取ってやっていますが、はい、今、この瞬間だけで見ますと実は一番、ホットな話題は、うん、がんの治療です。お、免疫の細胞を、うん、何か培養によって免疫の細胞をより元気にしたりとか、うん、まあ、ある意味がんに対してより攻撃的にしたりとか、はい、遺伝子を得て攻撃的にしたり、うん、そういう形にしてがんを治そうと。なので、うん、例えば先ほどの皮膚のを治そうとか、まあ、毛を生やそうとか、うん、ちょっと違って免疫細胞を活性化して再生してこう入れてあげる、がんの治療にするっていうのが
今流行になっていて、まずはそちらが進んでいっています。免疫力を上げると、そのもともとまあがんになっているところを治療するっていうことにも使えますけど、がんになりにくくする体を作るってことにも使えますよね。おそらく将来はそういうことも考えられると思うんですね。これそもそもあの普通の薬と何が違うんですかね。はい、ありがとうございます。いや、あのよくあの本当にお考えしたご質問なんですけども、あの薬の場合は薬体に入れますよね、はい、で多分永久にその体に残ることはまずないですよね。そうですね、うん、そのどっかで代謝されて出てしまうんですよね、はいはい、だから一過性に効くことを前提としてますが、うん、再生の場合って多くはさっきの皮膚でもそうですけど移植したものがずっと残るでしょ、うん、だから効果がその人の一生に影響する可能性十分ありますよね、うん、ですので薬と大きく違うところっていうのはやはりその薬の作用で一定の期間治ろうっていうだけじゃなくて、将来にわたってこうその人の一緒にその人と歩んでいくようなものを作っているので、うんうん、責任重大ですよね。残り続けて、でいいように働いてくれればこの細胞は生きるためにこう頑張ってくれるけど、違うちょっとコントロールできなくなった時に怖いから研究をこうしっかりとしていかないといけないと。おっしゃる通りです。あー、なるほど。それからもう一つですね、実は細胞って賢いので、はい、体の中のいろんな状況に応じていろんなものを作り出してくれます。うん、そうすると仮にその細胞がしばらく薬のようにですねあんまり長い期間いないものであっても、例えばがん治療もそうですが、うん、環境に応じて作ってくれますので、うんうん、その細胞たちが体の必要な部分を担ってくれるという観点から言うと薬とは違って、薬の場合は先生方がさじ加減で投与してるんですけども、うん、それが細胞が勝手にオートマティックにいろんな物質を出して治してくれる、大きく違いますね。そういうことも違うと思うんですね、うん、なので新しいいろんな複雑な機構メカニズムを研究しなくちゃいけないし、出来上がったら結構大きなメリットがある、そういうことですよね。 iPS 細胞、ES 細胞、ちょっと先ほどお話出ましたけども、ね、はい、そもそもどのようなものなのかちょっと説明していただいてもよろしいでしょうか。はい、写真で見ると ES 細胞も iPS 細胞区別つきません、もう同じ細胞ですが、うん、ES 細胞は受精卵から作ります、はい、で受精卵というのは最初1個の細胞で、それが全身に何十兆個も細胞があるんですが、うんうん、それ全部作り出しますし、それが何百種類で心臓とか髪の毛とか細胞ありますが、それ全部作り出す、まあ、すごい細胞なんです。いわゆる万能細胞なんですね、はい、でその受精卵を取り出して万能性を維持したままずっと培養するのに成功したのが ES 細胞。はい、もともと受精卵万能細胞ですから、それをそのまま取り出したのが ES 細胞、はい、でこれすごい細胞で、はい、もうどんな細胞でも作り出すことができますから、その人間を構築している細胞は全てそれで作れる、はいはい、そう、まあ、理論的、はい、でも一つだけハードル、大きなハードルは受精卵を使うということで、はい、人間の受精卵っていうのは命の元ですから、うん、そこからしか作れないというのがやっぱりいろいろ反対意見とか慎重な意見も、なるほど、まあ、そこが一番のハードルだったんですね、うん、で僕たちはそこをなんとかできないかと思って作ったのが iPS 細胞で、 iPS 細胞はもうできてしまうと ES 細胞ともうほぼつかないですが、もう由来が受精卵じゃなくて田村さんとか森上さんの皮膚とか血液を少しいただくと、はいはい、そこからこういう細胞を作り出すことができます。それがiPS 細胞。わあ、初めて理解した。そうですね、iPS 細胞とこうニュースで飛び交って大発見なんだと思ってたんですけど、はいはい、今の方がその大発見度が教授にしっかりと噛み砕いていただいて、だから要は万能細胞というものをものすごく欲しいと思ってたけど、なかなかこう理解を得られるようにこう、そうですね、はい、それを取り出すことができなかったけど、はい、まあ、取り出すのは簡単だけど、なかなか倫理的にどうなんだってあったのが、はい、その万能細胞も作ることができたってことですよね。お一人から作る、うんうん、でそれも僕たちも作って驚いたほど簡単な方法で できたというのが、だから誰がやってもできるというのが、やっぱり一つの特徴です。iPS 細胞。これ、はい、自分の細胞からその iPS 細胞が作れるわけですから、はい、僕への拒否感みたいなの、あ、それ少ないですよね。それがすごい大事なところで、はい、ありますもんね。
もうご本人の細胞ですから、拒絶が起こらないということになります。はい、多いですよね。その発見した時のテンションってどんな感じだったんですか。いや、それもよく聞かれる。落ち着かれてるのね。え、はい、おお、これ見つかったかぐらいじゃないですね、やっぱり。うわーとか。ただですね、はい、あんまりに簡単にできちゃったので、うん、そのこれはきっと何かの間違いだろうと、うん、疑うぐらい。そっか、同じ実験室で ES 細胞もいっぱい使ってますから、はいはい、きっとこうどっかから紛れ込んだりしないなと思っても、その後何度もこうやり直したりしてたので、ボワッという瞬間あんまりなかったんです。そう、疑うことから始まるんですね。いや、こんな簡単にできるわけないじゃん。もうこれ絶対間違いだ。疑いに疑ってやり直そうって言って、その最初成功した人にやり直してもらって、うん、でそれでも疑い深いから、今度他の人にちょっとお前やり方変えてやり直してって言って、うん、まあ、それでも何度やっても毎回できるので、あ、まあ、本当かなっていう、導かれるように。そうですね、なんか来てる感じが、研究結果に導かれて、はいはい、さあ今までですね、現在についていろいろ学んできましたけども、はい、再生医療で将来こんなことができればいいなと思うこと、まあ、生徒も含め、淳、うん、校長からもいろいろちょっとお話ししていただきたいなと思うんですけども、うん、将来的にどのようになればいいなと思いますかね、児童さん。どうですか、地図未来、こんな風な未来が来るといいな、うん、再生医療に関してね、いかがですか。私は美容にすごく興味があるので、うん、年を取らなくて、美容ね、そうね、年を取らないようにシワとかか、うん、いつまでも若々しくいたいってことね。はい、なるほど、マッシュどうでしょう、4期生のマッシュ。年配の人が若い人の細胞、今言われた人の細胞を取って前から移植じゃないけどとか、理論的にはできるのかどうかってちょっと興味ある。なるほど、まあね、自分からiPS 細胞って生まれるんだけど、自分のだとちょっと自信ないから、その元気な人の機能性が高い人の細胞をいただくことができるかどうかっていう質問だよね。そうそうです。なるほど、なるほど、なるほど。まずは美容の方はどうなんでしょう、こう若くいたい、いつまでも若々しくっていうのは可能なんでしょうか。再生医療って今やはりこうまだまだ歴史が浅いですし、はい、先ほどお話しましたように、まあ、いわゆる本当に安全なのっていう、長い間同じようにそれと、生きてきて大丈夫みたいなところがあって、うん、どうしても美容っていうとこう病気っていうイメージがあまりないので、はい、なかなかこうそこに向かっていくのはやっぱり一般の方々のご理解っていうかですね、うん、一緒に、まあ、みんなで理解しながら進んでいくってことが必要なんですね、うん、技術的には例えば体の中での若い細胞のような、うん、そういったものを選択的に増やして、それでこう直してあげる。例えば膝の軟骨の再生医療なんかは、うん、膝の軟骨のいい部分を培養して増やして元気にして移植して、うん、ある意味では膝のアンチエイジングかもしれませんよね。そうか、そうか、そうすると人の細胞を使わずしても自分の中で活性の高い細胞だけを増やして戻してあげれば、うん、理屈の上では綺麗になります。 なので例えばどうでしょうね、皆さん、皮膚は見た目ものすごく若々しいって話ですけど、はい、内臓だって若々くしたいとかですね。確かに、そういったことが将来出るかもしれません。むしろそっちの方が若々しく、ね、そうですよね。胃がもだいぶ僕消化 してねえんじゃないかなと思い始めてるんで、はい、胃を若返らせたいですね、はい、だからそういうことに対するニーズがどこまであるかということと、うん、今その再生医療自体がまだまだ信頼性がですね、うん、どこまで怖いみたいなイメージありますよね。まあ、なくはないですね。ですのでもっともっと私たちがしっかり研究したりとか、うん、それから病気を治すことによって経験を積んで、うん、あ、ならばこんなことにも使えるんじゃないか、あんなことにも使えるんじゃないか、うん、いうことにしていけばもっともっと広がりを持てるような、そんな医療じゃないかなというふうに、うん、じゃ本来は自分のあんまり拒否をしないような細胞を使った方がいいと思うんですけど、あの人の胃の細胞が欲しいとかっていうのって可能なんですか。まあ、胃がすぐ実践するかどうかわからないですけど、先ほど会長言われたがんの免疫、がんに対する免疫細胞を再生医療で外から補充するというのは、ある意味ですね、今他の人から
移植するということも今研究進んでいます、うん、であの免疫細胞ってやっぱり年取っちゃうんですね、うん、で元気な間はがんを一生懸命やっつけてくれるんですけど、やっぱりがんになりやすいもう60、70になってくると免疫細胞もかなり弱っていて、うん、でがん細胞ってやたらあの若返って、ある意味若返ってもう増えるだけが仕事、はい、もう元気いっぱいの細胞ですから、そうですね、どん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 体をね、はい、侵食していくわけです。年を取った免疫細胞は大体負けちゃうんですよ、うん、そこで今なんとかそれを元気にしようと、そういう薬の開発も進んでいますけれども、うん、手っ取り早いのはもうあの若い人の免疫細胞とか、あと iPS 細胞を使うと、うん、免疫細胞をこう若返らせて大量に増やすことができますから、うん、そうやって若く元気になった大量の免疫細胞を患者さんに戻してがんをやっつけると、うん、そういう研究もだいぶ進んできてます、うん、だからある意味あの、うん、今質問された他の人の元気な細胞を使ってがんをやっつけるみたいなことはもう実現あのしつつあります。しつつある、はい、だから僕社会保障費がこんだけ膨れ上がっていく日本大丈夫なのかと思ってたんですけど、うん、そのお二人が研究していることが早くこう認証されて実装され始めたらかなりそこの費用も抑えられていくってことですね。あのそれは非常に大切で、うん、今まではですね、僕たち企業もそうですが、ともかくいい治療を作ったらそれで成功だったんですが、うんうんうん、これからはですね、やっぱりいい治療をいかにこう良心的な価格で提供できるかっていう、そのやっぱり、ね、値段まで考える、みんなが使えるかどうかですよね、はい、あのどんどん広がっていくと、うん、もう破産してしまう、うん、国が可能性ありますから、はい、ではですね、将来に向けて今取り組んでいることというのはございますか、山田先生。まあ、私たちはこう iPS 細胞を使った再生医療をこう、はい、なんとか患者さんに届けたいと、うん、しかもあの良心的な価格で届けたいというのが目標で、はい、まあ、そのために作ったのが iPS 細胞研究財団なんですけれども、はい、であの先ほど説明もしましたように、はい、あの iPS の理想的な使い方は、うん、患者さんお一人お一人から iPS 細胞を作って、うん、でご本人専用に作るということなんですが、はい、あの今の段階ではそれはやっぱり何千万円もかかってしまうんですね。で1年ぐらい時間かかってしまいます、うん、だからまず今の段階ではそうではなくて、あの健康な人、うん、でしかもちょっと特殊な免疫のタイプをお持ちで、うん、他の人に移植をしてもあんまり拒絶が起こらないような、うん、なんか特殊なあの免疫型をお持ちの方がいるんですか。500人とか1000人に1人くらいおられます。今あのそういう方を見つけてきて、で協力していただいて、そういう人の iPS 細胞を作って財団から供給しています。今あの免疫型でいうと4種類作っていまして、はい、その4種類だけで日本人の大体 40% がカバーできるんですね、でそこまでは来ています。ただやっぱりその先は本来の理想的な使い方であるご本人の細胞を、うん、今5000万円かかるのをもう100万円ぐらいで作るようにしたいと、ゆくゆくはね、はい、あの日本の企業はこの辺はもう絶対得意なんです、うん、今までいろんな他の産業を見ても、うん、だから今いろんなあの企業の方に協力していただきながらコストダウンと、うんうん、あとはあの工期の短縮ですよね、うん、それを、ね、一生懸命やっています。これ、はい、今、教授がこう財団作ってやってることは、はいはい、他の世界で、同じようにやってるところってあるんですか。もう世界をリードしてるんですか。iPS に関してはですね、やっぱり日本があの先頭走ってるんです。ねえ、はい、すごい、はい、ってなるとこの iPS 細胞のこ の, あの使い方をきちんとこうみんなにあの安心に届けられるようになったら、この分野では世界をリードして、うん、日本の経済をも引っ張るし、ね、社会保障費も下げるってことですよね。iPS 細胞は再生医療の中ではだいぶこう後発組なんですね、うん、他の再生医療がどん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 すでに応用されているんですが、はい、iPS 細胞はもう後から参入した、はい、細胞なんですけれども、まあ、なんとか iPS 細胞ならではの良さがありますから、うん、これをあのどんどん広げていって、であの世界が日本の、まあ、日本の技術ですから、うん、日本の技術を、ま、真似するようにっていうのを目標に、でしかも値段はこうやたらめったら高くならないようにっていうのが、うん、あの僕たち財団の目標です。でこう再生医療が、まあ、普及
及されていった、はい、その先の将来というのはどのようにお二人お考えですか。まあ、まずはですね、先ほども山岡先生おっしゃったように、やっぱりこういろんな疾患を治していくという感じでね、はい、まあ、例えば治らないものが治るとかですね、はい、そういうのは目指すところですよね、はい、まずはですね。でそれプラスやっぱりこのさっきのコストの問題もありますので、うん、もうちょっとこう一般の医療としてこれがどう根付いていくかっていうのがすごく大事で、そんな中で先ほどあの美容とかアンチエイジング的な話をされていましたけども、もうちょっとあの今の医療に落とし込むと、例えばあの慢性的な疾患ですね、メタボだとか、はいはいはい、高血圧だとか、うん、そういったあの今までの薬の場合はそれに対しての、まあ、治療法はもちろんあるわけですけども、まあ、ずっと体の部位を変えパーツを変えていくような形でですね、うん、そのまあ、何か悪くなったところを取り替えるような、うん、そういった疾患治療みたいなものが出てくると、もっともっとこう普及していくんじゃないかと思います。まずはがんの治療でこう前に進んでいくとか、うん、それから先ほどのやけどの皮膚もそうです、うん、一部 の, あの iPS 細胞じゃないものが今先行して進んでいっています、うん、でこれでいろんな経験だとか、それから一般の方々のご理解だとか、ね、そうね、理解っていうのが重要なんですね。そうなんです、はい、そこをいただいて普及型の医療にして、うん、さあそこから産業構造をどう作っていくか、企業側としてはですね、うんうん、まだまだその今入り口に立って今考えておかないといけないことはたくさん、そういうことですよね。議論しなきゃいけないことはたくさんあるにしても、明るい兆しが見えてるってことは変わりないですよね。やっぱり健康な生活したいですよね、うん、いやしたいですよ、うん、何よりもその畑さんがね、はい、楽しそうに話してくれるので、ね、分かりやすく教えてくださる、そういう性格ですか、うん、どこの病院でもできるようになるんですかね。それがやっぱり目標ですね、うん、今やっぱり特殊な施設であったり、はい、あの細胞を作る施設であったり、すごいこう大掛かりな施設が必要ですから、うん、どこでもできなれば安くなる、はい、もうまさに、あ、なるほど、うん、ありがとうございます、今回ですね、再生医療いろいろ勉強してきましたけども、生徒さんからもちょっと授業を受けた感想などそうね思いますね。とこちゃん、6期生のとこちゃん、いかがでしょう今日の授業を受けて。こんにちは。こんにちは。今日のお話聞けてとても参考にっていうか、明るい兆しがあるっていうことを聞いたので、うん、私もちょっと今がん、悪性のがんなんですけど。そうなの。あのマルチキナーゼ阻害薬っていう高いお薬を飲んでるんです、うん、ですけど今日のお話を聞いてちょっと明るい兆しがあるんだなっていう、うん、そうね、なんかもう夜明けはもうすぐっていうところまではね来てる感じはしたよね、2人の話を聞いて。来ました。うん、とても嬉しいです。あのすごく貴重なお話聞けましたし、はい、僕は日本のその研究者に対しての研究費みたいなことのこうなんていうんですかね、あの予算の割き方みたいなのが僕は少ないと思っていて、今みたいな話をたくさんの人が聞くとその予算をつけることの理解とか進むし、まあ政治判断じゃないですか予算つけるのって、そこも僕はぐぐっと前に進めてほしいなと思いました。僕のねこの一言でどう変わるわけではないですけど、はい、なんか改めてやっぱり研究者に研究をしてもらうってことの大切さを痛感しましたね、はい、うん、さあ、本日学んだですね、再生医療や再生医療イノベーションフォーラムにですね興味を持たれた方は、はい、概要欄のリンクからホームページにてより詳しい情報ありますんで、そちらで学んでいただきたいと思います、はい、本日は畑会長、山中先生、貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。